エディンバラに到着しました。グラスゴーからバスで約1時間10分ぐらい、往復で10ポンド以下、グラスゴーとエディンバラは、まあ、7ポンド8ポンドぐらいで、往復することができます。街自体が世界遺産ということで、歩きながら素晴らしい街並みを堪能したいと思います。エディンバラのサンデーマーケット、にやってまいりました。日曜日しかやってないということで、本当にいいタイミングで来ることができました。この街の文化や雰囲気を知るのに一番いいのはやっぱり市場に来ることじゃないでしょうか。これはルバーブですね。あんま日本ではあんま食べないんですけど、はい、洋梨、こっちでは皮とか剥かず丸かじりです。これがスコットランド名物のハギスですね。このままかじるわけにはいかないので、どっかレストランで食べたいと思います。ディンバラの旧市街、新市街を見下ろす丘に、登ってきました。まあ最初はちょっと大変でしたけども、まあ、比較的簡単に登れる丘でした。初めてのエディンバラですけれども、こうやって、エディンバラ城も見えますけれども、一望できますし360度海も見えます。